今回はダンジョン飯、アリンが挙げたピンクのツツジの花言葉、に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。ピンクのツツジの花言葉は愛の喜びらしいな。異世界の花言葉のことになると早口になるの気持ち悪いな。アリンは意味知らなくても無意識にそういう選択する。蜜吸いたいだけだろ。オタクはすぐ花言葉の話するよね。精神が小学生女子のそれ。この作品だとチョイスも意図的なものかな？ってなるのはまあ仕方ないよ。ツツジの蜜は美味しいからな。こんな芋っぽい顔してるけど目開くと美人だよねこの子。この世に存在する花のおよそ8割が恋や愛にまつわる花言葉を持ってるから、いちいち当てはめてもしょうがないのである。花を贈ること自体が愛や恋がないとそうそうないので妥当といえば妥当なのかな。一緒に食べたかったって言ってるだろ。おやつ一緒に食べたいだけの行動なのに花言葉で無理やり恋愛につなげるのは、ファリンの100倍くらい乙女思考回路持ってる。ファリゴンの蜜吸うシーン早く見たいけどライオスがファリゴン殺すシーンも来るんだよなあの話。あのカレー食う会大好きなのに締め殺すシーンがガチすぎて。異世界のピンクのツツジの花言葉は愛の喜びらしいな。なんか花言葉に異様に攻撃的すぎない？ダンジョンの花に殺されたのかもしれん。キレのいい反論が続々出てきて面白い。ファリンが知ってるかどうかはともかくクイ先生が意図なく選ぶわけがない。そりゃあ蜜吸える花として選んだでしょうよ。ダンジョン飯は生と死が近すぎる。ツツジの蜜は美味しいってのが通じないと何か意図があるに違いない、花言葉か。ってなるのか。やっぱ幼少期にちゃんと遊んできてない奴はダメだな。何気にこの背景のモブで魔法学校が脳無系イコールマルシルはエルフ圏の人間じゃない。って明示してるのうまいな。栗とどんぐりの花言葉はなんだよ。私に対して公平であれ。永遠の愛。プレゼントの時点である意味当然ではあるんだけど花言葉って愛系のやつ多すぎるよな。何選ぼうが愛じゃん。なんか花言葉とか宝石言葉とか好きな人多くない？個人的には花や石ころに興味を持つフックになるならいいかなと思うけど、そればっかこだわられて悪い意味合いを持つ対象から避けられてもなんだかなって感じ。単純にお花や石綺麗でいいよね。ってなった方がいいぜ。今となってはもうだいぶ陳腐だよね花言葉。創作すると隠された意味、で〇〇言葉便利なのわかるんだけどね。でも現実世界でも押し付けられると鬱陶しいんだよ。黄色いチューリップなんか普通に可愛いし綺麗なのに、くだらない意味押し付けやがって、ってちょっと思ってるよ。ツツジの蜜美味しいこと知らない人にとってはファリンの野生児っぽさの表現で、ツツジの蜜をやつにしてるの伝わってない可能性あるのか。だから花言葉とか出てくんのか。花言葉って誰が決めてんの？ツツジじゃなくてサツキじゃねえの？ツツジの蜜には毒があるとかないとか。どっかの絵描きだか誰かが自分は特に何も考えずに花を描いてるのに、オタクどもはすぐ花言葉がどうとか深読みしてくるから困るって言ってたな。花の蜜吸ってた女子いたよね。何でもかんでも核に結ぼうとするから厄介。ファリンはどう見ても兄が好きなのにな。ツツジ美味しい。まあ美味しいけど感染症とかのこと考えると結構やばいな。子供の頃は何も気にせずチューチューしてた。カタツムリが張った後からでも移る寄生虫とかもいるので基本自然下のものをそのまま口にするのは危険。通過割と真面目に男女問わず花言葉で花を語るやついるからすごい厄介な側面が強い。マナー警察みたいなところある。花言葉なんて本によって別物なので自分に都合のいい解釈ができる出典を探すガチャだぞ。選ぶときに何か指標があった方が選びやすいだろ。ツツジは基本毒だからな。花の蜜は連用でよく吸ってたな。好きに妄想させてやれよこの程度。花の蜜とはちょっと違うけど唾なすると甘いよね。ちょっと調べればガバガバで適当すぎるのわかるから、まともな知能があればこんなの当てにならんなって気づく。俺はライオスがファリンを締め殺すところ好きだよ。やった後のライオスがいろんな覚悟を決めるところ含めて、
熱心な花言葉アンチがいるということに笑ってる。ツツジ吸って死んだ話とか聞かないし、変に目くじら立てるのもね。まあ探せばどっかに入るかもしらんが。まあツツジかは犬にとかに対して有毒だから要注意した方が無難ではある。花言葉って適当に言ったもん勝ちって聞いてくだらねえって思ったよ。ニセアカシアは早木が美毒なんだけど蜜自体に毒性はないんだよね。後から勝手につけられたものにこじつけて本来の意図と別の意図を邪推して表現してくるって、やってること陰謀論者みたいなもんだしな。同じ花でも国ごとに花言葉は違うからもう考えるだけ無駄だ。花部分だけ摘み取って送るのは一般的な花を送っていると言って良いのだろうか。切り花ってそんなもんじゃないの？鉢ごと送るケースも普通にあるけどさ。ハリンは食えるのとして持ってきてるから。ライオスだったら一食い花を送るだろうな。一食い花の花言葉は愛の喜びだよ。じゃあ仮に花言葉を意識して送ってたとして左右の栗にはどういう意味があるの？花には意味があるけどそれ以外には特に意味がないってことはないよね。ハリンは花言葉気にするタイプじゃなくない？逆にマルシルはめちゃくちゃ気にするタイプ。花言葉って古典に着想を得た由緒正しいもんかと思ってたが歴史が浅くてがっかりしたな。そんなにありがたがるもんじゃない。ハリンはマルシルと食べたかったんだと思うで、このシーンだから一緒に蜜吸いたかったんだろな。試しに栗の花言葉でググったけどこじつけられそうな言葉いくらでも出てくる。花送られて花言葉調べるの何か好きじゃないんだよな。まず送られた花見ようよ。原作ではよくわからん花渡してただけなので考えるだけ無駄っす。裏に隠された意味を探るのが好きなら花言葉ググった後にもう一歩踏み込んで、デタラメすぎる設定なことにも気づいてほしい。マルシルとハリンの関係を恋愛とかいう気持ち悪い奴らは花言葉とか好きそう。花言葉は本当に海外にもあるんでそういうものなんだと自己満足するのが良いと思う。ただ綺麗な花を見て誰かに送りたいと思ったそっちの気持ちの方大切にしてほしい。誰が付け足したかわからん花言葉の愛とかより大事だし重いだろ。花によっては悲しみとか別れとか花言葉あるの余計なお世話だし。普通に好きな花が別れとかだったら花がかわいそうではあるな。向こうの世界に食人植物とかにも花言葉あったりすんのかな。ライオスが得意げに教えてる間にマルシルが食われてる光景が目に浮かぶ。少なくともこの場面でなんでこの花選んだ？手話にはなるので遊びとしてはいいんじゃないか？エウレカセブンとか作品内で花言葉が使われてるなら良いけど、そういうの何もない作品でこじつけられても正直迷惑でしかない。ハリンとマルシルはこういうの送り合うくらいの友達だったんだな。マルシルあんまり嬉しそうじゃないように見えるのは気のせい？今回はダンジョン飯、ハリンが挙げたピンクのツツジの花言葉。に対するネットの反応、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。